それでは計算基礎学1の第6回の授業を始めたいと思います。まず、前回の第5回のまとめです。前回はフォーナー法による一変数多項式の評価について説明をしました。で、その後、フォーナー法のアルゴリズム、それから計算量について紹介をしました。で、後半ではフォーナー法の応用としまして、非不整数の二進十進変換、それから小数や分数の二進十進変換の方法について紹介をしました。今回はですね、多項式や多倍調整数の乗算と、それから多項式の乗用付き乗算について説明をしていきます。テキストではセクション2.3、それからセクション2.4にそれぞれありますので、必要な人は見てください。それではまず、多項式や多倍調整数の乗算から入りたいと思います。テキストでは21ページです。まず、一変数多項式の乗算について見ていきたいと思います。ここではそのアルゴリズムを組み立てるわけですけれども、まずそのアルゴリズムを組み立てるにあたって、そのどのような手順で我々がその多項式の乗算を計算しているかというのを、ちょっと振り返ってみることにしましょう。例題としまして、AX と BX として、このような多項式を持ってきました。AX は3次の多項式、それから BX は1次の多項式で、ともに整数係数の多項式とします。で、この AX と BX の積を取るということなんですが、やり方としましては、その各次数ごとの項数を並べてですね、で、よく我々がやっている筆算のような形で、乗算を行うということになるかと思います。AX の係数をこう上の1行目に書きまして、で、あと BX の係数をですね、この各次数の対応を合わせながら、こう AX の係数の下に並べていきます。で、最初にこの AX×B0 に相当する部分の係数をこの線の下の1行目に書き出していくわけですね。で、次にこの AX×B1X の掛け算に相当する係数をこの下らに下の行にこう書き出していくと。で、そうしますと、その AX×B0 とか AX×B1X の各係数がこう次数ごとに並びますから、あとはこれを次数ごとに加えることで、その計算結果である係数、各項の係数が得られるという仕組みになっております。ですので、基本的にはそのこの筆算で我々がやっている計算手順をそのままの形でこうアルゴリズムに表すということになります。で、一変数多項式の乗算のアルゴリズムというのはこちらになります。入力は AX、これは K 次の多項式、それから BX、これは M 次の多項式とします。で、出力としては CX、これは K プラス M 次の多項式を出力するというアルゴリズムとします。で、アルゴリズムはですね、以下の3ステップで成り立っておりますけれども、まず、この第1ステップはですね、0から K プラス M の範囲で、この CI ですね、I が0から K プラス M の範囲で、この CI に0を代入すると、こういうことを、こういう操作をですね、CI を初期化するというふうに言いますけれども、CI の値をまず0に初期化することをやっております。で、次に第2ステップが、その掛け算の中心にあたる部分ですけれども、まず、この i を0から k までこう1ずつこう動かしていきます。で、その中でさらにループが二重になっておりまして、ここでは j はですね、0から m まで動かしていって、この c の i プラス j にですね、 ai と bj のをかけたものを加えて、それを c の i プラス j にこう代入するということを行っております。で、最後にこのリターン文で得られた多項式 CX の係数を並べて返すということをやっております。で、一応皆さんに一応確認してもらいたいのは、この第2ステップのですね、この法文による繰り返しっていうのが、我々がいつもやっている筆算とどのように対応しているかということをこう見ていただきたいということですね。で、これは外側の i に関するループっていうのは、この
筆算のところにあります、この係数、一連の係数をこの行とかこの行とかっていうふうに行ごとにこう計算していく部分が、この外側の i のループになっておりまして、まあ、その中でこの j に関するこのループっていうのが実際に筆算では、この例えば1段目ですと、この1段目の各係数を順番に計算、積を計算していくというステップに対応しています。ですので、まあ、そういうことをですね、一応ちょっと皆さん各自で、このアルゴリズムを追いながらですね、この例えばこの例題使ってもいいと思うので、この例題、このアルゴリズムの各部分で、この例題のどの係数の積が計算されるのかということをこう対応付けながら、見ていくとよろしいのではないかというふうに思います。ここまでいいでしょうか。でさて、このアルゴリズムを導出しましたので、次にはその計算量の見積もりに入ります。で、まあ、このアルゴリズムのですね、全部のステップを順番に追っていきながら、まあ、計算量を見ていくわけですけれども、まず最初の1ステップですね、第1ステップは、これ CI に0を代入していくところに関しては、まあ、この授業ではこの代入の計算コストは無視するということでしたので、まあ、ここは特に手間がかからないということになります。で、次に第2ステップですけれども、まずこの i に関する外側のループですね、ここで繰り返しが k プラス1回発生するということに注意しておきます。で、さらにこの第2ステップの a のステップで、この j に関する変数 j に関する繰り返しですね、これが0から m まで動くので、m プラス1回の繰り返しが発生しているということに、注意します。まあ、この段階でその外側のループと内側のループを合わせますと、k プラス1かける m プラス1回分のこう繰り返しがこの内側のループの中で発生しているということに注意しておきましょう。で、その内側のループの中で実際にどういう計算が行われているかっていいますと、この式を見ますと、まず AI と BJ の積ですね、ここで乗算が1回、それからこの乗算の結果を C の i プラス j に加えるという加算が1回、合計2回の四則演算が発生していることが分かります。ということで、あと最後はですね、このリターン分は計算量には含めませんので、以上で四則演算の合計回数を算出しますと、これが 2×k プラス 1×m プラス1回ということで、まあ、θ での見積もりをしますと、θ の km という見積もりになります。ということからですね、まず1変数多項式の乗算の演算回数は、まあ、この入力となる ax と bx の、まあ、次数の積に比例するということが分かったわけです。でしかしながら、一応この授業ではその係数のワード単位での計算量の見積もりもするということにしておりますので、これ大きな係数ですね、多倍長の大きな係数が入ってきたりすると、それだけワード単位の計算量では手間がかかるということになります。でそこで、じゃあその多倍長数の計算の見積もりですね、特にその乗算の見積もりをこれからしていきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。